アロハ、ジャチンコと佐野千明です。ただいま、19時10分ぐらいなんですけど、これからとあるところに一緒に行きたいと思います。 Hey, come on! では行ってきます。はい、こちら丸の内に来ました。アスコットに遊びに来ました。さあ、これから宿泊する室内へ行ってきます。で、何、ここリビングでしょ。めっちゃ綺麗じゃん。で、ベッド、ベッド、最初から、ベッド。え、私こういう家住みたいね。どうです、こういう家。おえ、めっちゃ綺麗じゃん。ウォークインクローゼットもあるよ。あ、お風呂？え、ここにもトイレある。お風呂だ。あー、綺麗。いいですね、海外っぽい。すごく日本っぽくないかも。海外っぽくて綺麗。ビルが全部高すぎて、高いですね、すべてが。こっちはもしかしたらワンちゃん。行くぞ。ほら、いや、一緒に決まってんだろうよ。うわあ、危ない。今日はね、アニバーサリーのあれでシャンパンとケーキ付きです。嬉しい。何も言わない。この音がいいよ。いただきます。夜のお楽しみやります。おはようございます。これから朝ごはんを食べに、何にしようかな。もう和なのか中なのか洋なのかわからない。朝ごはん、コジーはきんぴらもあるし、なんだろうな。いただきます。ジムもついてる。走れるね。これ背中の肩甲骨とかを鍛えるやつでしょ。危ない。筋トレやばいって、できないでしょ。え、何キロなの。20キロ。体が持ってかれる。だってこの人50キロ。はい、そしてここには貸し切りのプールございます。イエーイ。僕ジム用プールなんだけど、ジムのプールって絶対なんか何スクール水着みたいに着なきゃいけないんだけど、これは貸し切りなので、もう好きな水着を着て泳ぐことができます。帽子もいりません。そしてちなみに浮き輪もある。ではちょっと泳いでこようかな。
かこの水着めっちゃ怖くない？蛍光でめっちゃ黒肌に合うぜ。アスコット丸の内東京を今出てきました。もう早く帰りたくてしょうがない人いる。なんかね、海外感がねすごいあって、久しぶりに旅行に行った気分になれた気がします。外はね、雨です。雨だけど直結で駅があるので電車で帰りたいと思います。今日も動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。それでは次の動画でお会いしましょう。Goodbye.